こんにちは、リサモリです。皆さんお元気ですか？この動画を見てくださってる方は編み物が好きな方が多いんじゃないかと思うんですけども、私は手芸や編み物が好きで、最近は毎日少しずつでも何か作ったりしています。でも 6,7 年前までは全く手芸などはしていませんでした。今日はそんな私が手芸や編み物を始めたきっかけなどをお話ししたいと思います。もしかすると何かヒントになることがお伝えできたらなと思ってます。はい、ちょっとお邪魔します。あら、猫さん。ここからは私も話を聞かせてもらいますよ。いつも漫画ではあなたの役をやってますからね。ちゃんと手芸を始めたきっかけを聞いとかないと。そっか、じゃあよろしくお願いします。もともと小学生の時は手芸が好きで手芸部に入っていたこともあったんだけどね。中学でバスケ部に入ったり、高校時代はバイトに明け暮れたりしているうちに手芸とは縁遠くなっちゃったんだ。この本は何？手芸部だった時にこの本を見てマフラーを編んだんだよ。へえ、やるわね。こっちは？これはピチっていうティーン向けの手芸雑誌。お母さんの本棚にたくさんあってピチを見るのが好きだったんだ。ふん、もともとは手芸好きではあったのね。そうなんだよね。でも大きくなるにつれて自分は不器用なことに気づいちゃってさ。大人になってからも編み物や洋裁をしたいと思うこともあったんだけど、わざわざ下手くそなもの作らなくてもいいかと思ってやらなかったよ。まあ材料費もバカにならないしね。そして時間は流れて私は30代中盤になりました。急に飛ぶじゃん。平日はもりもり仕事をして、休日は美味しいものを食べに行ったり、ゲームをたくさんしたり、気ままに気楽に生きてたんだけど。今でもゲームたくさんしてるじゃん。ゲームも趣味なの。まあそんな風にのんきに生きてたんだけど、ある時働いてた会社を辞めないといけないことになったの。え、なんかやったの？違う違う、もともと契約年数が決まってたんだよね。なんとかなるかなと思ってたんだけど、なんともならなかったんだよ。まあしょうがないんだけどさ、好きな仕事で一生懸命働いててもこんな風になっちゃうのかって考えたら、なんだかやりたいことは何でもやらないと人生もったいないなって思った。崖っぷちで気づくことってあるよね。うん。で、やりたいけど我慢してたことってなんだっけって考えて出てきたのが手芸だった。不器用だからってもう遠慮するのはやめて、やりたいことをやるぞって心の中でおたけびをあげたよ。ちょっと暑苦しいけど、でも気合を入れるのもこういう時は大事だよね。ちなみに転職活動も始めたの？ちゃんとした活動はしてなかったけど、転職サイトを見ながら次は何の仕事しようかなとはぼんやり考えてた。その中でヨガスタジオで未経験者 OK っていうインストラクターの募集があって。あれ、ヨガなんてやってたっけ？ううん、ヨガの経験は全くないし、体もバッキバキに硬いけど、なんか楽しそうな気がするなって思って、割と真面目にこの道に行こうかと思ってたよ。結構ぶっ飛んでるね。あとはハンドメイドサッカーになって生きていこうかなとも真剣に考えてた。まあとにかく今までとは全く違うことをやりたかったんだね。いろいろ突飛な気もするけど。そうそう、あの頃は人生を変えないといけないって思ってた気がするよ。そんなわけでやってみたいハンドメイドを片っ端からやってみたんだ。まずはレジン。びっくりするくらい才能がなかったよ。最初は誰でもそんなもんじゃないの？次に樹脂粘土でこけしのピアスとかイヤリングを作ったんだ。いい顔してるね。この時作ったこけしピアスは一つだけミンネで販売してたんだけど、買ってもらえてとっても嬉しかったな。今は売ってないの？うん、
作るのが大変すぎてやめちゃった。まあ小さいから大変よね。それから思い切ってミシンを買ってポーチや袋を作り始めたんだ。とにかくやってみたい手芸をいろいろ試したんだね。うん、大人になって初めて思いっきり作るってことをして、下手でもすっごく楽しかったんだ。平日は作りたいものを考えて、土日のたびに手芸をしまくるっていう日々をしばらく続けてた。そんな時、会社で私が退職になるっていうことが発表されて、リサモリさん仕事辞めちゃうんですねって近くの席の人に声をかけられて、地味にダメージを食らうってこともあったけどね。この時も転職活動は？してない。ハンドメイド作家かヨガマスターになるからいいのって思って、あんまり深く悩まずせっせとこけしを作ったりポーチを作ったりしてたかな。やっぱり手芸とか物を作るってすごくて、集中してる間は悩みとかが頭の中から消えて、何作ろうとかどうやって作ろうって考えてる間はとにかくワクワクしてるんだよね。だから手芸のおかげで落ち込む時間はそんなに長くなかった気がする。そうなんだ。未経験でヨガマスターかハンドメイド作家にマジでなろうとしてたのはすごいけど、手芸を始めるって決めて大正解だったんだね。ところで不器用って言ってたけど、作っててその壁にはぶつからなかったの？ぶつかりまくりよ。こけしの顔とかはかなり細かくて、不器用な上に絵心も私あんまりないから、私は天才、私は天才って心の中でつぶやきながら暗示をかけて描いてたわ。暗示パワーが注入されてそうだね、そのこけし。確かに天才って思い込めるこけし、また作ろっかな。まあそんなこけしと格闘し続けてたある日、上司から不意に会社に残れることになったからって言ってもらったの。すごい。一回はもう退職するってアナウンスまでされたのに。うん、なんかこけし作ってたらすっごい奇跡が起きてめちゃくちゃ驚いたよ。もうヨガマスターを目指さなくても、ハンドメイド作家になるための暗示をかけなくても大丈夫なんだって、力がふーっと抜けていったね。手芸の始まりにはドラマがあったんだね。うん、そうなんだよ。こんなことをきっかけに物を作ることの楽しさにハマって、今日もせっせと手を動かしてるって感じ。編み物はいつ始めたの？編み物はその次の年の冬に始めたんだ。編み物を始めるまでにはまた葛藤があったんだけど、それはまた別の機会にしよう。意外と時間かかってるね。まあまた聞かせてよ。うん。でさ、この会社に残れた奇跡はたくさんの人が助けてくれて起きたから、みんなに心から感謝なんだけど、手芸には魔法があるんじゃないのって気もするんだよね。それはちょっと思ったよ。転職活動もせずにこけし作ってたんだもんね。手芸に限らず、本当にやりたいと思ってることをやるっていうのは多分なんかすっごいパワーがある気がするんだよね。でもやるのが難しい、やりたいことの場合はどうするの？やりたいことって言っても、急に世界一周に行くとかコスプレしてイベントに出るとかはハードルが高いよね。確かに。うん、仕事やお家のことを考えると難しいし、コスプレして人前に出る勇気を急に持つのは簡単じゃないよ。でも例えば世界一周に行った人の動画を見たり、本を読んだり、空港に遊びに行ったり、コスプレの衣装を作ってみて夜中にこっそり着てみたり、メイクを練習したり、ちょっとずつでもできることから気楽にできれば OK なんじゃないかなと思うんだ。そんなことして何になるって真顔になったりしない？やる前はそんな風に考えちゃう瞬間もあるんだけどさ、いざやってみると面白いから夢中になってると思うよ。もし夢中にならなかったら？それは本当にやりたいことじゃなかったか、今やるべきじゃないことだから、また違うやりたいことにチャレンジするのがいいと思う。ふん、夢中になるものを見つけるのってどうやるのがいいの？私は子どもの時や若い時に好きだったこととかやりたいことで考えたかな。ぼんやりとしか思いつかない時はいくつも紙に書き出してみるのもいいかも。行ってみたいって思ってた場所に行ったりするのもいいかもね。もちろん行ける範囲で。それもいいね。
そんなに遠くない場所なのに行こう行こうと思って行ってないお店とか観光地って結構あるもんね。何か悩みや問題があって解決策が分かってるならその対処をするのが先決だけど、どうしようもないときは悩むのを一旦お休みしてやりたいことをするのがいいってことかな。そんな感じかな。なので何か落ち込むことがあったとき、ぜひやりたかったことをやってみてください。気軽にリラックスして始めてもいいし、私みたいに崖っぷちな時は気合い入れまくってやってもいいと思います。奇跡が起きるかもしれないし起きないかもしれない。そこは未来のことだからどうしてもわからない。でも少なくともやりたかったことにチャレンジするという人生の一歩は踏み出せちゃいます。やってみた先にしか見えないものが絶対にあります。私は手芸を始めたことで究極のめんどくさがり人間だったのに、物を作ることの面白さやハッピーさを知ることができて、人生の楽しい時間が爆上がりしました。そして足りていなかった忍耐力や継続する力がつきました。特に編み物は忍耐力と継続力をぐいぐい高めてくれたよ。大人になっても変われるんだね。そうだよ。春は何か新しいことを始めたくなる気分になるから、特に悩みがなくても気楽に何かやってみるのもいいね。私もまた新しいことにチャレンジしてみようと思うんだ。この間新しい英会話の本買ってたよね。はあ、英会話の勉強は継続力が使えてないわ。英会話の本を買うってことばっかり継続してるよね。もうほっといて、ここから本領発揮するわよ。それに今年は洋裁にチャレンジするんだ。じゃあ可愛い服を作ってまた見せてね。任しといてよ。あの時あの事件がなかったら、私はきっと今も手芸や編み物をしていなかったかもしれません。そんなつまらない人生なんて考えられないので、今はあの事件があってよかったなと思っています。いやー、手芸って本当にすごいですね。ご視聴いただきありがとうございました。またねー。